はい、皆さんこんにちは。 HIS シンガポール支店です。今日は仙洞佐藤のケーブルカーにやってきました。シンガポールのケーブルカーなんですけれども、シンガポール島から仙洞佐藤につながっているラインと、仙洞佐藤内でつながっているケーブルラインがありまして、今日スタートはまず仙洞佐藤のシロソビーチの駅、ここからケーブルカーに乗ってシンガポール本島に帰っていくコース乗ってみたいと思います。それでは早速ケーブルカー乗っていきましょう。はい、今私たちがいるのがここ仙洞佐藤のシロソポイント。ここからインビアルックアウト一駅乗って、そこからこの仙洞佐駅にラインが違いますので乗り換え、そこからシンガポール島に入っていきたいと思います。じゃあ早速ケーブルカー乗り込んでいきます。楽しみです。はい、シロソライン、このように仙洞佐の綺麗なビーチ見ていただくことができます。今見えているのはシロソビーチですね。でシンガポールの海、たくさんタンカー映ってると思いますが、シンガポールたくさんコンテナを運ぶタンカーが到着するので、この辺の仙洞佐近くにもたくさんコンテナを積んだタンカーが見えます。であちらが AJ ハケットというバンジージャンプ、見えますでしょうか。この場所だとケーブルカーより下に見えますが、あそこもなかなか高いです。バンジージャンプ、ビーチに向かってジャンプするイメージですね。今日もでも営業してそうですね。人が何人か見えます。バンジー好きにはたまらないロケーションかと思います。でこの仙洞佐島の海の向こう側にはかすかにインドネシアのバタム島が見えます。目視できる距離にあるということですね。仙洞佐島、昔は本当に木ばかりの何もない場所だったので、今でもこのようにたくさん木が生えてます。自然もかなり残ってますね。そしてもう間もなくするとインビアステーションに到着します。ここでケーブルカー乗り換えです。はい、ということでインビアステーション到着しましたので、今から歩いて仙洞佐ステーションまで行ってケーブルカー乗り換えしたいと思います。はい、仙洞佐駅に到着いたしました。お土産屋さんの中を進んでいく感じですね。はい、本当に歩いて3分ぐらいで到着しました。乗り換えも簡単です。ここからケーブルカー乗ってですね、向こう側に見えるシンガポール島に戻っていきたいと思います。リゾートワールド仙洞佐、中にはユニバーサルスタジオシンガポール、シーアクアリウム、そしていろんなホテル、エクアリアスホテルやハードロックホテルといったたくさんのリゾート施設があるエリアがケーブルカーから見えます。はい、そして奥にはですねコンテナたくさん積んでるのが見えるかと思います。
先ほどビーチから見えたタンカーはですね、ここにコンテナを積み下ろしに来るというわけです。ちなみにシンガポール、コンテナの取扱量上海に次いで世界2番目の多さになってます。それぐらいコンテナ多いんですね。はい、私の真下にアドベンチャーコーブ、ウォーターパーク見えます。ここかなり広いエリアで、たくさんのプール、ウォータースライダーとかあるエリア、大人でも楽しめる場所ですので、ぜひお子様連れの方とか一緒に楽しんでいただければと思います。イルカがいるの見えますでしょうか。ちょうど今餌やりしてますね。かなり高い場所に今来てます。上からの景色ものすごく綺麗です。こうやって見ると海も結構綺麗に見えますね。はい、そして向こうの方にもいろいろコンテナがたくさん積み下ろしされる場所があります。そしてこの辺がケッペルベイと呼ばれるエリアですね。この変わった形をしている建物はリフレクションと呼ばれる建物で、中には高級マンション、コンドミニアムなんかが入っています。そしてこの辺の白い建物もコンドミニアム、高級マンションです。もう本当海沿いの非常に立地がいい場所として、かなりお値段も高いです。奥には公共団地も見えますね。本当にケーブルカーからいろんな景色見ることができます。はい、まもなくシンガポール島の一番南側のハーバーフロント駅に到着します。はい、そしてケーブルカーはハーバーフロント駅を越えて、今から最終のマウントフェーバー駅に向かっていきます。はい、あちらに見える建物がビボシティというショッピングモール、シンガポール最大級の大きさのショッピングモールです。非常に変わったデザインをしていますが、デザインしたのは日本の建築家の伊藤豊さんという方です。緑が広がってきましたね。はい、まもなくマウントフェーバーステーションに到着します。こちらが最終の駅です。はい、ということで仙洞佐島のシロソビーチステーションからケーブルカーに乗ってきて、今私はですねマウントフェーバーステーションに到着いたしました。ここがシンガポール島の一番最初のスタート地点になりますので、ここから乗って仙洞佐に行くのもありです。本当に大人から子供まで楽しめるケーブルカー、ぜひ乗っていただいて仙洞佐の行き、そしてまあシンガポール島に帰ってくるとき、どちらかで使っていただければと思います。では今回の動画、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。